日本初の新サービス、主役は AI 搭載のロボットです。天井が高く開放感のあるリビングに、ベッドルームの横には、バーベキューなども楽しめる広々としたバルコニー、ここは住宅メーカーのアキュラホームが運営する住宅展示場。 入り口には新型コロナウイルスの感染予防のためアルコール消毒やマスクの着用を促していますが来月から住宅展示場のスタッフと来場客同士の接触を減らすため日本初のサービスを導入しますこちらの無料展示場未来モデルということですが一体どういうことかというと実際中入ってみましょうお邪魔しますいらっしゃいませ このように営業マンの方が遠隔で操作するロボットが案内してくれるんですこのサービスは別の展示場にいる営業担当がスマートフォンを使いロボットを遠隔操作することで住宅を案内してくれる仕組み足元お気を付けくださいロボットを通りながらご説明ながら、えー、進めさせていただきます ロボットにはあらかじめ住宅の位置情報を学習させているため狭い道でも障害物にぶつかることなく移動することができます。 また、ロボットに搭載されたモニターの角度も遠隔での調節が可能なため、客が気になった箇所を営業マンも画面越しに確認しながら対応しますまあ今、コロナウイルスの問題があったり、もう3月に入りましたから、3割割から4割来場が減っているわけですこのままいけば売り上げ自体もです、ね、減ってしまうんじゃないかという危機感がありまして。 本来、これ秋に発表するか来年にしようかと思ってたんですけれどもまあ急遽今年に入ってからですね急ピッチに開発を早めてきたというそしてさらに 5G があったものですからこの時期がいいんじゃないかと言って急いだんですね AI 搭載のロボットが住宅を案内する日本初の新サービス今後の展望については。1> 1日中 常駐させるとといいうことは人件費も高いんですねリモートワークで在宅勤務として対応ができたりそれを1人の営業担当が5か所とか10か所持てるような時代になる人件費削減にも一役買う住宅展示場のの未来の形今後130カ所ある展示場にもこのロボットの導入を進めていきたい考えです。 うん、ロボットが案内ということですが、どううれますかそうですかそでね、まあ、コロナウイルスの問題が起こる前から、えー、生産性改善に向けたデジタル化というのはこう、日本の中で必ず取り組まなければいけない課題だったわけですから、まあ、こういった、まあ、危機を、まあ、チャンスに、うんえー、ぜひ、縮こまってばかりではなくて、こういった取り組み、参考にしたいいと思います、はいうんまあ、感染症対策はもちろんですが、人手不足に対しても効果が期待されます。はい